ここからは、最後ですね。最後の企画としては、歴代ベスト5。球児さんが思うサンロッカーズ渋谷の B リーグ移行後ですね。B リーグ移行後に所属した選手の、歴代のベスト5を組んでいただきました。とは言っても、一人は、元所属選手なので、今は渋谷に所属してない。で、あと一人は、現在も所属している現役で渋谷に所属している選手。で、残り3人は自由っていうレギュレーションで組んでもらいました。あと、球児さんには伝え忘れてましたけど、外国籍2人、帰化1人までって伝えようとしてたんですけど、しっかりそこに収めてきてくださったので、さすがだなと思いました。そこは暗黙の了解だなっていうふうに解釈してました。ありがとうございます。あと、まあ、多分ポジションが、まあ、うちは帰化も外国籍も同じ選手多いん確かにで、ね、パワーフォワードセンター多い勝から。手にそうなったな。ベスト5の選手紹介していきたいんですが、まあ、まずはね、B リーグ移行後の渋谷といえばっていう選手からいきましょうか。ポイントカード。ポイントカードこちらです。歴代ベスト5、ベンドラメ、レオ。はい。まずこの人を選ばずして誰を選ぶっていうところですよでね。す B ね。リーグ初年度にプロデビューして、ただ6年間でも日本を代表する、日本代表の選手にまで成長したことで、文句なしの選出かなって思います。B リーグの初年度に関しては、新人王も取ったりとかしてて、本当にデビューしてから、まあ、もともとね、大学ですごい逸材って言われてた選手だったから、そういうのもあるかもしれないけど、本当デビューしてから、ただでさえ高かった完成度がさらに高くなっていって、もう今、不動のエースですよね、日本人エース。で、今自分がこのスライド見て思ったんですけど、はい。デビュー初年度の1試合平均1.7スティールってとんでもない数字だなって思いますよね、これ。デビュー年からそれもすごいし、その後もコンスタントにスティール数1以上をほとんど積み重ねているっていう、もう19、20に関してはもう1.8っていう、ちょっと化け物じみたスティール値になっていたりとかっていうのもあって。あとは意外とプレイタイムが短いってことですかね。あ、そそうれはですベンね。ドラメの特性ではないですけど。チームとしてそうですね、30分、ベンドラメでも30分越さないように運用しているっていう。確かに確かに、それはありますね。はい。まあまあまあ、まあ、ある意味当然の選出というかね、にはなりますね。もう一生渋谷なのかな、ここまで来るとやどうですかね。まあ、と言ってくれるとは信じたいです。っぱ。あんまりよこう、ね。出る、あれが思いつかないですよね。で、どういうシチュエーションで出るんだろうって。一回、本当に出るんじゃないかなって思わせたことはありましたけど、まあ、そこも残ってくれたんで、多分残ってくれるんじゃないかなとは思ってます。ということで、2人目を紹介しましょう。まあ、ベンドラメ、が初年度にいたんですけど、その初年度の途中に加入したっていうところで、ある意味その今の渋谷のカルチャーを作り上げた選手ですね。センタープレイヤー。ロバート・サクレ。はい、好み100%です。いや、でも、渋谷に所属したことあるセンターって、まあ、いろいろいたと思うんですけど、もちろんハレルソンは今いるし、まあ、その他もね、いろいろいましたけど、サイズもセンターっちゃセンターだもんね。まあ、パワーフォワードセンターだけど、あれは。とか、まあ、それこそ去年のチャールズ・ジャクソンもそうだし、まあ、そういういろいろいるんですけど、まあ、やっぱ、サクレーは外して語れないですね。この後その紹介する選手とのやっぱ縁もあったりとかっていうのもあるし、B リーグ初年度だとギャレットが元 NBA 選手で、すごいっていうので、入ってきて。で、その後、シーズン途中にサクレ、まあ、これも、B リーグじゃない、NBA でバリバリやってた選手だって、しかも、レイカーズでや、あの、普通に試合出てた選手だ。っていうので、めちゃめちゃ話題になっていた記憶がありますね。なんかその時は本当にリーグに激震が走ったレベルでしたよね。あ、サクレは本当そうだった。来た時に。え、マジで？みたいな。B リーグのファンよりも、NBA のファンの方が驚いていた印象あった、SNS で。え、あ、多サ分クレっ今てあのでサクレみたいな。で、そのまま3シーズン所属して、18、19シーズンで引退。
今は、あれですね、カナダのプロチームでアシスタント GM をやってるみたいですね。サクレに関しては、あと覚えているのがもう一個あって、アイスのサクレと渋谷をコラボさせるきっかけになった選手っていう。あれは、それで覚えてますね。あれはね、黄色だしね、サクレのアイスがね、まず。そう、そういうレモンだから。ただ、困ったのは、2月の寒い体育館で、サクレ配るのやめてくれとは思いました。あ、そっか、あれ、そうだった。めちゃくちゃ寒かったです。オールスターぐらいのシーズンでちょうどなんかね、SNS でそういう交流があって、で、2月に決まりましたってなって、2月みたいなね。懐かしいですね。めちゃくちゃ寒かった。いやでもほんとサクレも生で見るとほんとなんか、体格ももちろんとか運動神経もそうなんですけど、やっぱりその、うまいなっていうプレーが多いんですよね。そうですね。本当に器用で、うん、なんか NBA で鍛えられた選手なんだなっていうのを感じますよね。だからギャレットがそのハンドリングとか、そういう技術の面で NBA クラスを見せたっていうところだとしたら、サクレは本当インテリジェンスの部分で、うん、NBA クラスはこうだよっていうのを見せつけた選手だったっていう風に覚えてますね、僕は。で、さっきちょっとちらっと話した、まあ、サクレとの縁が、強いっていうので、まあ、日本に来た選手ですね。これがパワーフォワード枠での選出です。ライアン・ケリー、やっぱサクレとの縁っていうところで、やっぱりレイカーズから、まあそうですね、まあ、スペインを経てやってきたっていうところで、そのやっぱ NBA クラスの得点力を見せつけてくれるのがこのサンロッカーズのライアン・ケリーかなと思います。そういや本当にサクレとケリーっていう二人が並んでいたのが、まあ、結局1シーズンだけだったのかな ?1 シーズンだけだったんですけど、夢があったもんね、あのシーズン。もうなんか、本当に、でかいし、強いし、ね、うん。動けるし、みたいな。そう。で、ケリーとサクレっていうので並んで、まあ、3年目のベンドラメがいて、ルーキーかな、ルーキーヤの杉浦がいて、で、ムーさんが連れてきて山内もいてっていう構成で、で、あ、広瀬もいて、で、伊藤もまだあの時はいたから、なんか。そうですね、その年だと、ファイ、3番もいて、そうです、そうです。場合によっては3番ケイリー、4番、3番、5番サクレっていうビッグラインナップが使えたりもしたんですよね。そっかそっか、ファイ3番いたからそうですね。反則だよね、ケリー3番で出てきたら。また見たいですけどね、ケリー3番。ケリー3番。どうあがいてもミスマッチですから。いや、本当に。だから、また、まあね、もちろん幾何学を取ってっていう動画、ね、ある意味前提にはなっちゃうけど、今は。いや、でも、ちょっとまた見たいです。だその19、20、18、19か、のシーズンは本当に夢があったし、その後もね、昨年引退した後も、それこそエースとしてこれだけ成績残せているっていうのは大きいですよね。そうですね、はい。目引くのはスリーの率の高さなんですよね。3割後半、このビッグマンが打てるっていう。3割後半。しかもアテンプトも。これ今見て驚いたんですけど、ボールはケリーかなり持つタイプの選手だとは思うんですけど、ターンオーバーがかなり少ないなっていうのを。ああ、2切ってますね。印象に残ってますね。確かに、2切ってますね。それは。そんなに差がないっていうのは。あ、そうだ、ケリーってね、そう、スティール値高いんですよね。そう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 。ケリーは、腕めちゃくちゃ長いですか、ね、そういうところも含めてなんか普通にうまいというか、やっぱ彼も NBA クラスっていうのを見せるような選手だなっていう。感じですよね。もう特にだって3シーズン目ターンオーバー 1.2 ってこれもう極端に少ないって言っていいレベルだもんね。ですね。困ったら絶対にケリーにボールが行くのに絶対にボールロストしないレベルですからね、これは。はい、4人目ご紹介しましょう。まあある意味そのサンロッカーズっていうチーム名を体現していたプレイヤーになります。スモールフォワードですね、アイラ・ブラウン。はい、そうですね、アイラ激しい
ダンク、まあ、初代ダンクコンテストチャンピオンですもんね。そうですね。そういったところからも、チームの、まあ、最初、初っ端のチームの顔はアイラだったのかなと言ってます。特に天皇杯優勝したとき、まあ、ちょっと B リーグになる前だけど、天皇杯優勝したときも、そのアイラ・ブラウンが主力として君臨していたっていうのもあって、ある意味、その、まあ、初年、B リーグでは初年度だけの在籍だったけど、そこの、まあ、渋谷、日立から渋谷になる過渡期で、まあ、ある意味一番チームを支えた選手なのかなっていうふうには思いますね。うん、やっぱりアイラーは、あれですってね、本当にスピードもあって、で、まあ、パワーもあって、まあ、若干小柄だけれども、本当にどんな選手とも対等に渡り合えるような選手だったなと思うので、うん、彼を外すわけにはいかないっていうふうに思って選出しました。まあ、今もね、それこそ大阪で普通に主力というか、まあ、全然活躍している選手ではありますけど、てか大阪は今あれなんだね、アイラー30分出てるんだね。ちょっと今スタッツ見て思ったけど。すげえな、もう39。まだまだやれますね、これは。マジでそう。だって渋谷に所属していた時でもう30中盤ぐらいになってて、まあ、ベテランやな、みたいな感じだったと思うんですけども、その後の活躍も普通にアイラーはあるんで、まあ、ただやっぱり僕アイラブラウンって言ったらやっぱこの時代とその前に BJ で富山で所属してたんですけど、まあ、その2つの時代、まあ、特にやっぱ天皇杯優勝した渋谷のユニフォームが一番真っ先に思い浮かびますね。はい、ということでラストです。ラストは、まあ、現役の枠からベンドラメと、もう一人選んでいただきました。あとケリーも現役ですけど、そうですね、ケリー、ベンドラメともう一人選んでもらいました。シューティングガード、ここって結構悩みました。悩みました。めちゃくちゃ悩みました。そうですよね。で、球児さん悩んだ末に止まらないです。お選びいただいたのが関野康平。そうですね。関野はまあ本当に攻撃的なディフェンスを仕掛けるようになってからの渋谷の象徴かなと思って。選出しました。そうですね、もともとそのレバンガでデビューしたプレイヤー、 B リーグ移行後にレバンガで、デビューしたプレイヤーなんですけど、まあ、渋谷行ってから本当にそこのディフェンスのところの積極性だったりとか、まあそれじゃないにしてもオフェンスのところで肝心なところでね、特に初年度いいところでスリー決めてたりとか、なんかエンジンっていう言葉が似合う選手だなっていう印象がありますね。あ、いいですね、エンジン、まさにエンジンですね。まあ、もちろんそのスティールの値だけ見るとね、1位ってないっていうのもあるんですけど、それでもなんかやっぱ関野がプレッシャーかけることによって他の選手がスティール値増えたりとか、あとはバイオレーションはね、やっぱり数値に現れないところだったりもするので、まあ、そういったところでの貢献だったりもあるし、まあ、そういう意味ですごく個人的には大きい、まあ、関野が来てからが一つまたターニングポイントになったのかなっていうような印象はありますね。本当に数字に、はい、すみません、数字に現れない貢献はしますけれど、はい、やっぱり ね、そういったところ、リーグも見て、まあ、ディフェンス、何ですか、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーとかに、そういうところにもノミネートしてほしいなって思いながら見てる選手です。ちなみに、他シューティングガード、誰悩みました？そうですね、シューティングガードで迷ったのは、やっぱり石井康介でしたり、あとは山内森久。この2人がここでした。あー、なるほど。確かにどれもコーツつけがたいし、まあ、関野と山内は、まあ、ポジションは違えど、まあ、山内結構ポイントガードで起用されることもあるから、そういったところの違いは多少あるのかなとは思うけど、ちょっとプレスタイルは似てるよねとは思いますね。そうですね、はい。やっぱそこはやっぱ渋谷のそのここ数年の象徴である激しいディフェンスを体現している関野の方がやっぱり選ぶべきかなっていうところはありましたね。いやー、そうですね、すごくだからいいというか、やっぱファン目線で、いやー、任せてよかったなって言い方するとすごい上からだけど、選んでいただいてよかったなっていう感じしますね。はい、ということで歴代ベスト5が、はい、その5名、
選んでいただきました。ポイントガードベンドラミ、シューティングガードが関野、スモールフォワードアイラ・ブラウン、パワーフォワードケリー、センターサクレ、個性的な選手がやっぱ多いっていうところでやっぱり一気はするんですけど、それでもやっぱこのディフェンスのスペシャリストだったりとか、まあ、ダンカーだったりとか、本当にバスケ IQ 高い選手だったり、ね、日本代表クラスのポイントガードだったりっていうので、本当に個性強い選手が、で、ね、これ選ばれていない選手以外にも歴代の所属だったら本当にたくさんいろいろいるんで、ね、そうですね、はい。サイズもそうだし、まあ、杉浦。ジャクソン、マカドゥ、サイズ。マカドゥもそうですね、ジャクソン。センターもものすごい迷いましたし、あっさり決まったポジションが本当にポイントガードぐらいしかなかったんで、考えててものすごい楽しかったです。そうっすね。まあ、今回その、B リーグ移行後っていう話だったから、ポイントガードもすんなり決まったと思うけど、そういう話じゃなかったら多分伊藤とかとも悩んでただろうしね。そうですね。伊藤も、まあ、候補に上がりましたし、うん、あと、ポイントガードですと、やっぱ、龍之介もまあ、僕はかなり好きな選手ですし。あー。渡辺龍之介いいよね。本当に、個性の塊ですからね、彼は。